ございます、土です。さて今回の動画は多分、タイヤを交換するという動画なんですけど、多分っていうかね、前回のサーキットに、週末に行ってきたので、その前にまず、いつもサーキットに走る用の、300の03のホイールに変えて、それでその動画がまずあって、で今回そのまたサーキット走り終わったので03にから普通の、純正のホイールに控えるという、まあ、そういう一連の流れの、多分動画なんですが、週末にどう、サーキットに無事行ってきました、まあ、2回もねスピンしちゃいまして、まあどっちかっていうと、まあ、僕のちょっとした1回目は運転ミスというか、少し余計なこと考えてそれをしてしまったことによってっていう感じなんですね。で2回目はまあ不可抗力でもう危ないに乗ってしまったので、まあ、それはもうどうすることもできなかったという感じですね。まあ、1本目の、まあ、スピンはこう左に曲がるコーナーなんですけど、そこで右側に縁石があって、その縁石にちょっと乗るの嫌だなと思って少し内側に巻いたら結構リアが流れてしまったので、で、すかさず、ステアリングを右に切ったら思いのほかリアが食いついて右側に流れた、右側に行ってしまったので、またさらに前前進ね、だからそれでちょっと嫌だなと思って、あ、そう、なんていうんですかね、こう右に切ったら今度は左が出てしまった。でインに巻いてしまって、そのまま、イン側っていうのは壁がもう近いんですよ。アウト側はやっぱりエスケープゾーンがあるので結構広いんですけど、富士はやっぱりイン側はねエスケープゾーンが短くて、でもうそのままイン巻きのようにガーッと行ってしまって、思わず壁とか思いながら、まあまあまあ大変な感じだったんですが、まあなんとかね遠足で止まってくれたんで、まあ、壁 1.5 メートルぐらいで止まった感じですかね。まあなんとか良かったです。2回目はね古い車の、もう古いとも80年代かな、まあ70年代、80年代、90年代の、まあ、古い車のあの大柄のね、まあ、多分エンジンチューンしたと速い車なんですけど、まあその青い車の方の方がオイルを漏れて走っていて、ちょうどね山脊に登っていくところで、ダンロップを越えて登っていくところでオフィシャルの赤旗があって、なおかつ、まあ、その青い車はもうオイルに自分自ら飛び出しちゃったんで、オイル旗と赤旗を見たんでちょっと減速して曲がっていったんですね。そしたらどこだか分からないですよ。結構ねあそこってなんかこうタイヤかタイヤの跡がいっぱいあるので、オイルなのかタイヤなのかちょっと分かんなくて、で走っていたらゆっくり走ったんですけど、走ってたんですけどオイルになってしまって、でそのまんまちょっと分からず、スピンしてしまったという感じなんですよね。まあ、仕方がないって仕方がないんですけど、まあねなかなかびっくりしました。それもねインに行ってしまって、アウト側をこう曲がってたら左後ろが出てしまったので、結局そのインにも開いてしまって、また壁の方に行ってしまったという、2連チャンで壁にイン巻きするという、ね、失態を起こしまして、まあ、なんとかね、ステアリングをカウンター当てて縁石でなんとかちょっと止まったんですけどね、まあ、そんな感じでびっくりしちゃいましたけど、無事に帰ってこれてよかったと思います。今日はねこれからタイヤマに行って、タイヤマ三鷹で松本店長にタイヤを交換してもらおうと思ってます。まあ、そんな模様もねまたお送りしたと思います。それでは、
にやった YouTube やってる、はい、マーク T さんって、はいはい、その人は、はい、僕よりも全然後にやって、はい、ついここ 2,3 ヶ月やって、はい、もう今600人ぐらい。マジか。自分で整備してんだけど、あー、やっぱり、ね、アクセス、はい、あれだよね、人気あるよ、まあ、俺みたいになんか人にやってもらってるのはあんまりダメだよ。4万ぐらい払ってるの。何についてんの。サッカーの。すごいじゃん。3位決定戦。すごいじゃん。そうなんですよ。しかも家族4人分だけで応募した。それが全部当たったんだ。さすが強運の持ち主。強運の持ち主。いや見ちゃいました今。いや見られちゃいました。であのイグニションをすると何っていう。なるほど。これ外すだけじゃ、ロック外すだけじゃ全然。そうです。つけちゃいました。これは富士のストレート中に締めることができるんですか。それをボタンがあってできるんです。できるんですね。なので一応名目は富士のストレート用になってます。なるほど。じゃあついに明日初の、じゃあ通行の状態と締めた状態でちょっとトップスピードが。そうなんですよ。それだけ記憶して後ろだけ気をつけていただいて。了解です。